ここはシンフォニカの新リンクダム。シンフォニカの景観を整え、憩いの場とするべく作られた人工森林ダム。ねえ、あれ、池で誰かが溺れてるよ。いけません。ああ、あなたでしたか、月光。なんだ、人が溺れてると思ってびっくりしちゃったよ。問題ないわ。沐浴、水に浮かびながらよく眠れるね。まだ月の昇る時間じゃない。月の旋律も聞こえないなら、もう少し寝かせて。寝ちゃった。ここは食料生産棟ダム。シンフォニカで暮らす人たちが食べるに困らない分くらいの食料はここで賄えるむ。栄養バランス完璧な合成食料やちょっとした野菜を作ってるむ。とってもまずいの。合成食料ってこんなレンガみたいなのなんだよ。こら、作ってもらっているものを悪く言ったらいけません。ブー。運命さん、キラキラ星ちゃん。くるみ割り人形さん。お久しぶりです。お元気そうで何よりです。戻ってきてたんですね。シンフォニカが T2 に襲撃されたと聞きまして、負傷くるみ割り人形戻ってまいりました。心配かけてすみません。いえいえ、安心しました。ここの野菜たちが無事で。この子たちを守ってくださってありがとうございます。今度 D2 が攻めてきた暁には自分も一緒に戦います。よろしくお願いします。あの、その方は。あ、コンダクター殿、敬礼。いえ、戦いにおいて規律は重要ですから。コンダクター殿、お名前は。コンダクター朝比奈タクト殿。自分はくるみ割り人形。好きなことは土いじり、得意なことは害虫駆除です。よろしくお願いします。ここは商業区だむ。何か買い物とかがある場合にはここを使うむ。まだベルリンの街に行かないの？市場で本を見たいのにお店閉まっちゃうよ。そろそろ行かないと夜になってしまいます。ここはエレベーターむ。ここから地上に行けるむ。楽しみだな。早く地上に着かないかな。400メートル以上ありますので、そんなにすぐは着かないですよ。うぅうぅ、もう待ちきれないよ。意外ですか？ベルリンはシンフォニカができるずっと前からある都市です。シンフォニカ周辺は他の都市より比較的安全ですから、今でも人間らしい営みが残ってるんですよ。
この市場にはこの辺り一帯からいろんなものが集まってくるんだよ。下のショップにないものでもここまで来ればあるかもしれないの。ペロペロキャンディー買ってもいいかな。いいと思いますよ。わーい。ありません。今あるもので十分です。ねえねえ早く行こう。キイちゃんここにね、欲しい本頼んでおいたの。あった、これだ。うん、キイちゃんこの先生のご本が一番好きなの。あとちょっとで全部揃うんだよ。ちょいとごめんよ。大丈夫ですか、タクト。あれは難民自治区の子だむ。きっと物乞いでもしてたんだむ。そこから先は行かない方がいいです。行ったら管理官に怒られるよ。この辺りは破壊されている建物も多いですし、それに。なあ兄ちゃん、あんたシンフォニカの人だろ。じゃあさ、ガラクタ買ってくれよ。俺一生懸命集めたんだ。万年筆にノコギリ、電車のおもちゃもあるぜ。どれもボロいけどちゃんと使えるんだ。なあ買ってくれよ兄ちゃん。こら！うわ！なんだよこいつ、気持ち悪い。気持ち悪いとはなんだむ。僕らにたかるなむ。あっちへ行くむ。なんだよケチ、自分たちばっかりシンフォニカで暮らしやがって。ばあ、さっさとあっちへ行くむ。チェ、この先の公園にはシンフォニカに入ろうと世界各地から集まってきた難民の自治区があるむ。こっから先はああいう物乞いまがいの奴らがうじゃうじゃいるむ。関わり合いにならない方がいいむ。もちろんみんなを救えたらいいむ。何でもかんでも八方美人にいい顔してたら本当に守るべきものも守れなくなるむ。期待させる方が酷ということもあるむ。難民たちの中には親を失った子供も多いと聞きます。彼らがどこにいても安心して暮らせるように私たちは D2 と戦わねばなりません。お、兄ちゃんお目が高いね。ああ、見ればわかんだろ。親はいたよ。でもベルリンに来る途中で死んじまった。ああ、自治区には俺みてえなガキがいっぱいいんだ。そいつらでチーム組んでなんとかやってるよ。それにここで待ってりゃいつかはシンフォニカに入れるんだろう。それまでの辛抱だと思えばなんてことねえよ。お、いいのかよこんなもん。これしかってすげえよ。みんなに見せたら取り合いだ。うん、でも受
け取れねえ。兄ちゃん、俺は物乞いみたいだけど、物乞いじゃねえんだ。ただでは受け取れねえよ。兄ちゃん、なんか欲しいものはないか？兄ちゃんの欲しいもの、俺絶対見つけて持ってきてやるよ。そしたらさ、その時にこれくれよな。兄ちゃんは何が欲しいんだ？ん？うん、いいよ、絶対見つけてきてやるからな。ユーリ、じゃな兄ちゃん。ああ、後で絶対めんどくさいことになるもんよ。キイちゃんは良かったと思うよ。記憶を失っても本性は変わらないもんね。マジカードたちが影響されなければいいもんが。いやいや、タクトは優しくて偉いなって言ったもん。さ、そろそろ戻らないと。やっと戻ってきたわね。わあ、君がそうなんだ。僕らにとって伝説の存在。お会いできて光栄です。何よ、つい昨日起きたばっかの寝ぼすけじじいじゃない。まあまあ、ゆっくり思い出すもん。その上、記憶をすべて失ってるんでしょ。戦いの奏で方から何から全部。あんたなんか伝説でも何でもない、ただのど素人。あ、すみません、ご挨拶が遅れて。僕は、私はアブリル、アブリル・バーグマン、コンダクター見習いよ。まあ見習いといってもすでに実戦に出てるし、演奏経験も豊富、一人前といっても過言じゃないわ。寝起きでその上おぼけのあなたよりよっぽどいい音を奏でるってことで助っ人に駆り出さ、はるばるオーストリアからね、はるばる。あのこいつはニコラ、ニコラ・バカリエ。カバリエだよ。コンダクター見習いよ。見習いといっても私とは全然違う。私が雲ならこいつは地べた。つまりコンダクターとしての実力は雲泥の差ってこと。なんでこいつまで一緒にベルリンに呼び戻されたのか理解に苦しむわ。よろしくお願いします。それでこの子がムジカートのコウモリ、最近よく組まされてるの。どうも、あなたのことは噂で聞いてますよ。シンフォニカに甚大な被害をもたらした厄災の音色を奏でるコンダクターだって。あれ、違った。シンフォニカを救った救世の音色を奏でる偉大なコンダクターでしたっけ。コウモリ、ありもしないことをベラベラと喋るのはやめるむ。彼女はコウモリよ。彼女の言うことは信用しないで。ありゃりゃ、言われちゃった。あそこの隅でぼーっと突っ立ってるのはムジカートのボレロ。最近は僕と一緒に行動することが多いんだ。特にすることがないなら部屋に戻っていい？うん。まるっきりダメね。ムジカートに主導権を握られてるようじゃ式でも振り回されるのが見え見えよ。そんな、アブリルみたいにうまくはできないよ。あなたはタクト、あなたはもう十分にムジカートたちを指揮できて。そりゃあ伝説のコンダクター様ですもの。すでにムジカートの一人や二人と契約したんじゃなくて。
なのに？だったら私が教えてあげる、契約について。あ、アブリルもまだ契約してない。うるさい。いい？ムジカードとの契約というのは、それはそれはもう劇的。ムジカードが楽譜をコンダクターに預ける、それはつまり自分そのものを預けるも同義。そこまで積み重ねられた信頼は、美しい旋律と桁違いの力をもたらす。 D2 を払い、世界に美しい音楽を取り戻すための力をね。つまりね、契約が完了するとムジカードがとっても強くなるってことなんだ。私の熱弁を簡単にまとめるな。お兄ちゃんはまだ昨日起きたばっかりで、戦い方だって思い出してないんだよ。しょうがないでしょ。だったら私たちと同じように見習いから始めるべきではなくて。ちなみに私はこのコウモリともうすぐ契約を結ぶことになってるの。あれ、そうでしたっけ。ちょっと、先週約束したでしょ。はて、すっぽり記憶が。あんたね、コウモリの言うことは信用するなってさっき自分で言ってたじゃないか。なんか言った？いや、とにかく私は、私のような有能なコンダクターが未だ見習いという待遇に納得していないわ。ヒルデ管理官。なんだ。今からタクトに模擬戦を申し込んでもいいですか？そしてもし私が勝ったら、この場で私をコンダクターに昇進させてください。おい、ムータ、どうする？ま、やるだけやってみるといい。ムなんか二人とも投げやりじゃありませんか？よし、現地取った。かかってきなさい、朝日奈タクト。ムータ、何があった？まさか、そんな。何なのよ。新たな黒夜インテスの飛来が確認されたむ。何だって？黒夜インテスの飛来はこの20年確認されなかったはずだが、なぜ今になって。そんなのわからないむ。けど、この不穏反応は絶対に黒夜インテスだむ。早めに叩くぞ。タクト、アブリル、ニコラ、黒夜インテスの墜落地点へ向かえ。はい。 D2 を生み出し始める前に黒夜インテスを砕くんだ。ここで活躍できればコンダクターに。行くわよ。小さいわね。数十年前に降り注いだ最初の黒夜インテツは天をも貫く高さだったと聞いています。そして今もそれは砕かれることなく D2 を生み出し続けている。でもこのぐらいの大きさなら何とか私たちで砕けるはずだ。その前に今出現している D2 を殲滅しないと後ろを取られちゃうよ。かといって早くしないと黒夜インテスがどんどん D2 を生み出し始めてしまうむ。行きましょう、タクト。
任せてください。いいですよ。わかった。わかりました。任せてください。いいですよ。わかった。わかりました。任せてください。いいですよ。わかった。任せてください。いたった。いいですよ。わかった。
任せてください。いいですよ。わかった。任せてください。わかった。わかりました。任せてください。なんとか倒せたみたいね。あとは元凶を破壊すればいいだけだな。またシンフォニカ周辺に D2 発生だむ。ですって？飛来したココヤインテツはこれだけじゃないの？わからないムーが、とりあえず D2 の反応が複数あるム。場所はどこに？難民自治区の中心ム。なんだ、だったら問題ないムね。あの辺りならシンフォニカに侵入される心配はないし、D2 だけなら何人かの音を奪ったら満足して消えるむ。ああ、説明してなかったもんね。 D2 は人間の音を消す、つまり命を奪うと自然と消滅するんだむ。だから難民自治区の辺りで暴れさせとく分には問題ないむ。だから言ったむ。何でもかんでもは助けられないむ。何をやっている。さっさと目の前の黒夜陰鉄を片付けろ。数人の犠牲で消滅する D2 と無尽蔵に D2 を生み出す黒夜陰鉄、どちらが人類にとって有害か考えるまでもないむ。
何？だったら何だと言うんだ。冷静に考えるむ。どちらの脅威がより人間を脅かすのか。タクト、あなたは昨日言っていましたね。目の前の人が傷つかないために戦うと。あなたが守るべき目の前の人とは誰のことなんですか。朝比奈タクト、戻りなさい。管理官の制止を振り切り、難民の少年を救うタクト。助けた少年が守っていたのは約束のバラだった。そのバラを目にした時、運命の瞳に決意の光が宿る。次回、一輪のバラ。さあ始めよう、運命の動機を。